今日は等々力陸上競技場にお勉強しに行きます。サフレッチェ広島対川崎、川崎フロンターレ対広島、川崎フロンターレ対サンフレッチェ広島なんですけど、サンフレッチェ広島のサッカーを客観的に見てちょっと勉強したいなと思って、近いうちに関東で試合やらへんのかなって日程見てたら、セレッソと試合かぶってない日がうまくあったので、今日はちょっと勉強しに行きます。よかったら動画最後までご覧ください。どうぞどうぞ。口がかわいいね。今まだ3時でキックオフまで4、5、6、7、4時間あるので、2時間前に等々力行けたら十分なので、2時間ちょっとスタバで作業してから行きます。1時間前からだいたいアップに向けて準備が始まり、でプラス1時間はスタグルちょっと食べたいなと思って、鳥の雨です。久しぶりに来た等々力。それではお風呂体操スタート。お風呂体操って何？お風呂体操念願のヒレカツサンド。今日来てる等々力陸上競技場やねんけど、ヒレカツサンドを手に入れてすごく機嫌の良さそうな私が映っております。メインスタンドとバックスタンド側はいろんな種類のスタグルが売ってます。私自身この和光さんのカツがめちゃくちゃ好きなので、今日は絶対にこのヒレカツサンド食べるって行く前から決めてました。パッケージもさっき見せた通りフロンターレデザインになっててめっちゃ可愛いし、量少なそうに見えるけど、カツがねすっごいボリューミーやから600円でお腹いっぱいになります。スタグルって色々買ってたら結構お金使っちゃうことが多いので、コスパいいのはすごくありがたいし魅力的やなと思います。他にもいろんなスタグルがあるので、等々力来た際にはぜひスタグル巡りしてみてください。はい、サンフレッチェ広島のスタメンはこちらです。三塚選手不在でこうどんなゲーム展開になるのか、でその三塚選手のポジションで入っているエゼキエウ選手がどれだけいろんなところに顔を出してボールをさばけるのか注目したいなと思っています。あと個人的にちょっと注目しているのは大迫選手です。日本代表に入るレベルのゴールキーパー、こう彼のボールからどれだけ攻撃が繰り広げられるのか、どんだけ相手のシュートを防げるのか、そういったところにも注目したいなと思ってます。はい、川崎フロンターレのスタメンはこちらです。フロンターレのエースといったら私の中ではもう小林優選手と決まっておりますので、スタートからガンガンいってほしいなっていうのと、あと個人的に宮代選手に注目しています。ここ最近で印象に残っている左サイドの選手といえばマルシーニョ選手なんですけど、もちろんマルシーニョ選手とはタイプも違うと思うので、どんなプレーをするのか、どんな駆け引きを相手とするのか注目したいなと思っております。
はい、広島惜しくも負けてしまったんですけど、あのね、ひいき目なしでマジで面白かったです。選手全員が最後まで全力で走るし、交代で入ってきた選手がピッチに与えるエネルギーが大きくって、一人一人がやるべき仕事っていうのがすごく落とし込まれてる感じがしました。生田選手不在でも後半ラストのあの時間帯まで点決まるんじゃねっていうドキドキ感は健在でした。あとね、個人的 MVP は東選手です。90分間フル出場であの運動量はすごいし、サイドをね、縦に駆け上がるだけじゃなくって、アイデア豊富に中にえぐっていくチャレンジ精神、すごく頼もしかったです。はい、フロンターレなんですけれども、このね、前半に20分くらいかな、で小林選手が足伸ばした瞬間に、あ、これやったかもなって思ったら、案の定ダミアン選手と交代してしまって、あのそれだけがちょっとすごく心配です。はい、あと良かった選手とか気になった選手は宮代選手です。あのね、あのガッツのある感じ、私すごく好きです。何本か惜しいシュートもあったので、これからもっともっと伸びるんじゃないかなって思った選手でした。こんなで、エンディングをワニが喋ります。はい、本日の動画も最後までご覧いただきありがとうございました。またね。